中年オタッキーです。年の瀬になりまして交通量が非常に増えてるんですけども、今日も事故渋滞が京都で発生してて、今鈴鹿パーキングエリアの三重県なんですが、この先に進んでもしょうがないので、まあ、仕方なく動画を撮ってるって感じなんですけども、本当は先に進んでね早く休みたいんですが、まあ先に進んでも進めないということで動画を作ろうと思います。で今日はねこのカメラで写真を撮ってきました。はい、これねコンタックス 167MT っていうカメラですね。まあヤシカの後を継いで京セラが販売したカメラになりますが、まあ、レンズはね、ヤシカのレンズがついております。これ以前動画の視聴者のヘボさんさんからいただいたカメラになります。まあ、大好物の、ねまあ、ヤシカレンズということで、まあ、間違いなく富岡光学のスタッフが製造しているという情報を得ました。富岡のレンズ大好物のオタッキーがねどんな写真を撮ったのか、まあ、今回の、紹介してまいります。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのコンタックス 167MT なんですけどもね、発売が1987年ということで、コンタックス RTS2 が販売終了して、から発売になったということでね、コンタックスブランド、京セラ販売のコンタックスブランドのカメラ唯一のラインアップ、ヤシコンマウント唯一のラインアップになっていたようです。で1987年から10年の間製造されていて、ボディ価格が10万7000円だったかな、10万8000円ですね。87年の価格が10万8000円なんですが、87年という、ね、年式を、ね、考えてみたいていただけば分かる通り、これ EOS650 がもうすでに出てるんですね。時代はオートフォーカスになってるんですが、まあご存知の通りコンタックスブランドのオートフォーカスカメラはご存知出てないんですね。でマニュアルフォーカスになります。コンタックスのヤシカマウント、ヤシコンマウントということでね、ツアイスのレンズ、ツアイスブランドのレンズって言った方がいいかな、を搭載できるカメラになっておりまして、シャッタースピードがマックスで4000分の1秒、単三電池4本を使用して、巻き上げも巻き戻しも自動ですね。撮影モードはプログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル、重量 620g、ということになります。ファインダー視野率が 95%、ファインダー倍率 0.82 倍ということですね。メタル、縦走りのシャッターになります。この横の蓋をホイッと開けたら出てきますが、よくあるシャッターユニットのように見えますが、フリーマンさんの情報、フリーマンさんのね、コンタックスのカメラに非常に詳しいんですが、シャッターにトラブルが出てる個体が多いようです。このカメラ自体はもう全然シャッターにトラブルは出ていませんでした。ファインダーの見えはね、非常に秀逸になっておりまして、レンズの取り付けがちょっとややこしいな。よっと。もうね、非常に立体感のある高級感のあるファインダーになっております。ファインダー表示はね、露出補正が出てるのとシャッター速度絞り値が、出ている感じです。ピント合わせはねマイクロスプリットと上下分割の2種類の、ピント合わせになっておりますね。ファインダー視野率 95% ということで、中級カメラ的な、存在になっていると思います。上級カメラは 100% 視野率になっていくんですけど、立ち位置としては中級カメラということになっていくんでしょうけど、価格は10万7000円ということで、当時、オートフォーカスの EOS よりも高額になっていくんですね。コンタックスブランドということで高級カメラとしての位置づけが強かったと思います。ツアイスのレンズも使えますしね。で重量 620g ということですんで、そこそこに重いんですが、単三電池4本が入っているということで、仕方がないのかなという部分もあります。ホールド性はそんなに良くはないですし、質感はね完全にねピカピカのプラスチックにゴムを貼っているっていう感じ。これねゴムなんですよね、表面がね。
この針側ではなくてゴムです。だからちょっとね、古くなってきてるんでブカブカになってきてはいるんですが、ちょっと珍しいパターンになりますよね。ゴムを貼ってあるっていうのはね、オートフォーカスがの時代に、まあ、出ている、まあ、電子カメラという、まあ、マニュアルフォーカスのカメラ、なんですけど、販売台数はね非常に少ないものになっておると思いますが、まあね、ヘボさんさんからいただいたこの167 MT 無事にねちゃんと、動作する個体でありました。ちょっと心配ではあったんですけど、トラブルが多いカメラなんで心配ではあったんですけど、感動品でした。で今回はね、イルフォードデルタ100、モノクロフィルムでね試写してきたんですがね、まあ、富岡が製造しているこのヤシカ ML50mmF2 ですね、のレンズ、どんな描写をしたのかということでね、ここからは作例紹介になっていくんですけどね、まあ、富岡のレンズを、まあ、搭載しているということもあってね、まあ、描写はね折り紙付きだとは思うんですがね、ここからねどんな絵が撮れたのか、作例を紹介してまいります。はい、作例ですがね、まあ、今回はとりあえずこの辺は F8 で撮ってます。解像度が高いのはもう言うまでもございません。 F8 としてはね、被写界深度はかなり深く見えますね。あまりボケないレンズのように思います。その分解像度はもうバリバリで、解像感が高いのは、ご覧の通り、結構これ近くでピント合わせるのが、奥の方までそこまでボケてないのがわかりますね。解像度は本当に高くてね、もうパリパリのキレキレです。で、こちらもそうですね、これかなり前ボケを入れたのですがね、前ボケの金網かなり寄ってるんですが、しっかり、してますね。でこれ手前のね看板にピント合わせるんですが、奥の家までほとんどピンボケになってないのがわかると思います。これも手前のモミジの葉にねピント合わせたんですけどね、奥までそこまでボケてないですね。この辺は全部 F8 で撮ってますね。であまりボケないねレンズということを感じましたのでね、途中からね F4 にするんですが、この辺もまだ F8 です。でこれはね開放です。見てもらうと分かるし、右上ね、ボケがね楕円形にボケているのが分かると思います。このレンズね、 ここからは F4 になります。 F4 になるんですが、やはりね F4 でこんなに近くを撮ってもね背景はそこまでボケていません。ボケを出すレンズとしてはちょっと苦しい、レンズになっていきますね。まあ、このレンズ実はね、4分6枚のダブルガウス型ということなんですが、まあ、ダブルガウス型って言ったらね、リングボケとかね、バブルボケとかそういうのが期待できるレンズになるようなんですが、ボケに関してはね特に特筆するものはありません。綺麗くもないし汚くもない、まあ自然なボケはボケなんですけど、周辺部はしっかりね楕円形にボケてしまうようです。ただその分ね解像度の高さはバリバリでね、構造富岡製というね確証はないんですが、まあ、構造としてはね富岡の設計であることは間違いないようで、まあおそらく富岡製じゃないかっていうレンズのようですね。まあ ML、ヤシカ ML50mm は結構いろんなシリーズがありまして、 1.4、1.7、2、もうそのぐらいかな、3種類ぐらいかな、あるんですがね、まあこの時期のねヤシカのレンズ、終焉期のレンズは実は結構コシナ製も入っているらしいんですが、まあ分解した感じではこのヤシカ ML50mmF2、は富岡製ではないかということです。解像度はね非常に高いレンズになっておりますが、ボケはあまり楽しめないレンズなのじゃないかなと思いますね。解像感を楽しみたい方はぜひという感じですね。そんなに絞らなくても解像度が高いので、暗いところでね比較的絞りを開けなければいけない状況でも解像が出るというレンズになると思うので、そういう撮り方をしたい人にはおすすめかもしれないですね。でねヤシカのね16のコンタックスですね、コンタックス 167MT、 これはもうね、製造設計はもしかしたらヤシカ入ってるかもしれませんが、ね、もう下にしっかりね京セラって書いてあります。まあ、京セラ時代のねコンタックスのカメラになるんですが、まあ弾数は非常に少なくてちゃんと動くものはね結構な高値になっていくかもしれません。ワインダーが内蔵されてましてね、全部電子制御で、動くものであれば
まあ、ちゃんとした精度は、で出やすいカメラ、まあ、完全に出てるかどうかは分からないですが出やすいカメラになるとは思いますが、シャッターのトラブルが多いということもよく聞くカメラになっております。まあコンタックスをね、まあ、ヤシコン、京セラコンタックスとも、にね、まあ、トラブルが比較的出やすいカメラが多いということですが、今回はね、まあ、10年間も売れ続けられた 167MT 10年間売れ続けられた割にはそこまで弾数は出てないとは思うんですが、まあ、ちゃんと動くものであれば入手してもいいのかなとは思います。電子カメラということでもう壊れてしまうと直すのは結構難しいような状況になっていきますし、コンタックスを修理する、業者さんが非常に少ないということもありまして、まあ、使うのはちょっと怖いっていうところもあるんでしょうかね。まあ、ヤシカのこのレンズそこまで高くないとはいえそこそこの値段になっていくので、まあ、マウントアダプターを介してね、デジタルカメラで使う人はね、気軽に買ってもいいんでしょうが、ヤシコンマウントのフィルムカメラとなると、ちょっと微妙になってきますね。コンタックス、RTS もね、1は非常に壊れやすいですし、RT3 はね、結構な高額になっていくんでね、このレンズを楽しむのにね、使うボディを選ぶのが非常に難しくなってくると思いますね。以前ね、まあ、このレンズをね、使ってね、コンタックス RTS、以前ね、フリーマンさんにいただいたカメラまだありますので、そちらでもね、試してみようとは思います。今度はカラーで撮ってみたいですね。どんな発色をするのか。ダブルガウス型ということで、ね、構造はね、非常に単純になっていくのでね、素直な描写であることは間違いないですが、まあ、バブルボケとかが楽しめないし、ぐるぐるボケも出ないのはちょっと残念かなっていう感じはしました。はい、今日のね、カメラ紹介、レンズ紹介、こんな感じになっていきます。あまり流通してないカメラ、レンズということで、まあ、入手するのは非常に難しくなっております。解像感非常に高くなってますんでね、解像感を、楽しみたい方、特にね、機械物とかね、撮る人にはいいんじゃないかなと思いましたね。はい、今日の、カメラ紹介、レンズ紹介はここまで。ここからは、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはのりかずさんですね。お疲れ様です。先日部品取り用に故障品のミノルタ XGE を手に入れたんですが、念のためにと電池を入れてみたら何の問題もなく動作しましたので、そのまま試し撮りをしてきました。すべてのコマをカメラ任せの AE で撮ってきたので絵が出るか、不安でしたが、意外や意外、露出を外すことなく、ロックオールの発色豊かな色味を楽しめました。流しで適当に撮ってきたので、大した写真はないですが、とにかく、紅葉撮りにロックオールは最高ですってことですね。1枚目は琴の秋、2枚目赤色に見せられて。カメラ、ミノルタ XGE、レンズ MC ロックオール PF55mmF1.7、フィルム富士カラー100点ですね。このカメラ、次のフィルムはコダックでも入れてじっくり撮ってみたいですってことで写真なんですが、富士でここまで赤伸びるかみたいなぐらい赤がめちゃくちゃ伸びてますね。このミノルタのレンズ、非常にね、赤が伸びるということで、もうね、リバーサルで撮るとね、赤すぎるぞっていうぐらい伸びるっていうことなんですが、このね、強い光を入れてもね、全然破綻してないのが、さすがロッコールレンズということですね。被写界深度は比較的深め、ですが、まあ、ボケも非常に出ておりますね、2枚目あたりね。はい、のりかさんありがとうございます。次はトゥーランさんですね。よっ。中年おたきさん、こんばんは。いつも動画楽しく拝見しています。先日のライブで少しつぶやきましたが、最近ヤフオクでジャンク扱いのニコマート FM2 と AI 改造済みのニューニコール 28mmF2.8 のセットをゲットしました。フィルム室のモルト張り替え、ミラー、ファインダーの清掃をして、近所の朝の公園を撮影してきましたので、組写真でアップさせていただきます。タイトルは終焉ということですね。作品なんですがね、これ結構強いね、逆光で撮ってますがね、ゴーストフレア出てないですね。 28mm、 ニコの 28mm はね、たまにね、虹ボケが出るというレンズでもあるんですが、で、2枚目非常にいい色が出ておりますね。ニコのこの時代のレンズはそこまで色伸びないと思ってたんですが、これはなかなか伸びてる。 28mm なかなかいいですね。3枚目はね、光は特にないんですがね、紅葉の落ち葉が非常に良い発色をしております。これね、なかなかのね、写りになっておりますね。これフィルムなんだったのかな。あ、富士カラー C200 ということで、ちょっと彩度高めのフィルムではありますね。はい、トゥーランさんありがとうございます。次はね、ケンちゃんさんですね。
作品とかです。写真は前に17歳で亡くなった愛犬ピピです。カメラ、がニコン FM、レンズ 28mmF3.5。 今写真の整理をしていて、1枚の写真の力をまざまざと感じます。息子の高校時代の写真が出てきて大感動です。 2、3枚の写真を伸ばして額に入れて毎日懐かしく見ています。写真っていいですねってことでね、作品なんですけどね、十数年前に亡くなった愛犬の写真なんですが、これね、下にね、91年6月29日とあるので、もう30年前ということになりますね。30年前のね、写真がしっかり残ってる、フィルムカメラということでね、デジタルの写真、果たして30年残すのにどのぐらいの労力が必要かなってことを考えると、やはりフィルム写真本当にいいですね。デジタルの写真30年残すの結構難しいと思いますね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次は秋潤さんの投稿ですね。おたっきーさんこんばんは。キャノン F1N の、写真2枚投稿します。1枚目ピント外れも味わい深い、レンズ、FD50mmF1.4、 シャッタースピード1000分の1絞り4、2枚目まるで絵のよう、私の神秘、FD100mmSSC、250分の1開放、フィルムはコダックゴールド200、今 F1N の本命機にコダック1入れて撮影してます。投稿の F1N とはシャッター音が違いすぎる、投稿の F1N はメンテナンス必要と実感してます。メンテして娘に渡したいけど、10歳の娘に良さが、10歳の娘さんにはちょっと難しいかも。で、作品なんですけどね、これレンズ、これ1枚目はね、ピンボケになってます。どこにピントが来てるかわからないんですがね、ちょっとぐるぐるボケが発生してるのがまあ面白いですね。で、2枚目はね、これ非常に美しい作品になってます。これね、後ろのね、開放ということでね、ボケが非常に美しくなっておりますが、これね、流浄感、フィルムの流浄感が非常に出てますけど、その流浄感が逆にいい感じ、エモい感じに仕上がっていると思いますね。はい、秋潤さんありがとうございます。次はね、山拓さんです。中年おたきさんお疲れ様で、山拓です。一気に寒くなりましたが、アイスコーヒーの写真を投稿します。かっこ笑いということで。9月ぐらいに訪れた、蔵をリノベーションしたおしゃれなカフェでの写真です。タイトル、レトロ喫茶、カメラペンタックススーパー A、レンズペンタックス A50mmF1.4、コダックカラープラス200で撮影しておりますね。作品なんですが、1枚目はね、ペンタックスのレンズとしては結構ね、ボケがちょっとだけうるさい感じに映っておりますね。でね、ピントはやはりピントピークがちょっと来てない感じ、ちょい前ピンだったのかな、惜しい作品にはなりますね。で、2枚目の方なんですが、2枚目はね、しっかりピントが合っております。色目的にはね、コダックのフィルムということで、やや暖かめの色になっておりますね。木の色がしっかり出ていい感じになっておりますね。はい、山田さん投稿ありがとうございます。でね、タイトル画面ですがね、今回は、このノリカズさんの1枚目、紅葉のね、作品にね、神社っていうかね、これ神社の写真ですね。こういう写真非常に好きです。紅葉だけを撮るよりも何かをプラスしたい、とおたきは日頃行って、考えておりますが、なかなかそれが難しかったりするんですけどね。今回は見事にね、それをやっておりますので、このノリカズさんの1枚目の作品を、タイトル画面にしようと思います。はい、作品投稿ありがとうございます。作品投稿のコーナーどんどんね、募集しておりますんでね、投稿を初めてやるっていう方ね、まあルールが分かってないと思うので、この YouTube チャンネルの概要欄にルールを記載しておりますので、そちらを参考に、投稿していただければと思います。あんまりね、ルールのことを周知してないんで、これからちょっと頻繁に周知していこうと思います。ルールがね、守られてない、ということでね、逆にね、気を使わせてしまっているようなパターンもありますので、毎回ちょっと時間を割いて、投稿のルールの説明していこうと思いますね。で、他のコーナーのルールも書いてありますので、ぜひね、作品投稿とかね、他のコーナーに投稿したいという方は、ね、概要欄の方からルールをご確認ください。はい、ここからは俺のカメラの紹介になってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は俺のカメラ2名紹介しましょうか。ちょっとね、遅れておりますので、最初はモンタロウさんの俺のカメラです。お仕事お疲れ様です。俺のカメラに投稿します。先日近くの公園に持って行ったミノルタレポ S です。大きさも手頃で可愛い見た目が気に入ってます。撮影したカメラはニコン DF に AIS ニッコル 50mmF1.4S です。
冬に向けて寒くなってきております、どうかご自愛くださいということでね、作品なんですが、僕レポ S は持ってないんです。レポは持ってるんですけどね、レポと比較するとかなり完成度が高いカメラにも見えます。32mmF1.8 ということでね、ハーフカメラでもこれボケが期待できるレンズになるんじゃないかな。次はね、モンダラさんありがとうございます。次はポンポコさんの俺のカメラですね。オタッキーさんこんばんは。フジペット35を入手しましたので俺のカメラに投稿します。そこそこ綺麗だったのでそのまま撮影したのですが、ヘリコイドストッパーが破損していったようで、レンズがどこまでも回ってしまい、ピント位置が指標とずれていたのでピンボケショットが多く出てしまいました。現在修復してピッチきちんとピントが出ているはずですが、試写はこれからです。庭の紅葉がいい色になってきましたから背景に取り入れてみました。ピントが出ていないショット2枚もお送りしますということですね。でもフジペットね、35なんです。僕も持ってるんですが、ジャンクで仕入れてるんですが、まだね、試写してないんですね。非常に軽いトイカメラになります。写りは結構いいらしいんですね。楽しみなんですがね。でね、作例なんですけども、確かにピントのピークがどこに来ているかわからない感じですね。2枚とも、ピントが来ているところがよくわからないですね。残念。次の挑戦。次撮ったらまた作品投稿のコーナーにでもね、投稿していただければいいかなと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、他のコーナーは投稿がないためお休みになっております。でね、今週はね、ちょっともうネタがね、ないんですね。ネタがなくて、フィルム写真撮ってないんですね。今頑張って撮ってるんですけど、追いついてないんですね。で、次回の動画はね、もう年の瀬ということで、今年のね、総集編というか、まあ今年のオタッキーのチャンネルがどんな感じだったのかっていうのをね、まあ感想を述べながらでもやりましょうか。まあ視聴回数が伸びるかどうかはわかりませんが、最近ね、ちょっと視聴回数相当落ち込んでおります。インプレッションが減ってるんですね。なぜかはわからないんですが、ということで、ピークのね、半分ぐらいまで再生回数が落ちております。まあ他のね、フィルムカメラのチャンネルが乱立しているということも、ね、大きく影響しているんでしょうが、まあ収入もね、そこそこに減っておりますので、シェアを協力してくださる方を募集しております。まあ何かしらのね、方法で動画をシェアしていただければいいと思いますし、コメントとか高評価をね、していただくのでも、YouTubeのランクが上がりますので、そちらの方でもね、やっていただければと思いますので、まあこの動画の方でもね、高評価、コメントの方でね、どしどしお待ちしております。まあね、コメント返しの方が全然遅れておるんですがね、もうとにかく年末でヘロヘロになっておりますし、ワクチンの副作用も実はまだ抜けてないんですね、これがね。なかなか苦しんでおりますがね、これからもね、頑張って動画作ってまいりますので、高評価、コメント、あと、いろんな方法でのシェアの方もお待ちしております。ぜひともよろしくご協力をお願いします。今日の動画はこんな感じになっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。